初日の予選第2レースを勝ちました6号艇の魚谷香里選手です。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。1年5ヶ月ぶりの復帰戦、はいはい、しかも初戦、はい、しかも6コース、はい、できすぎです、はい、じゃあそのレース一緒に振り返っていきたいと思います。はい、2レースです。市二さん、ダッシュ4号6の枠成3対3、はい、6コースから魚谷選手は天地と同じぐらいのタイミングで入ってきましたね。はい、天地と同じで起こして、はい、いけると思ったんで全速で行きました。07のトップスタート、はい、じゃあ行き足もいい、行き足もいいし、多分なんかスタート後もちょっと伸びていった感じがしました。これ6コースから思いっきりまずは外回っていきました。はい、はい、足はちょっとこれ数字はそれほど、ね、30% 台ですけれども、うん、はい、出場機みたいですね、23号機、はい、なんか前傾から感覚としてはなんか良さそうな感じがしてたので、はい、本当にエンジンに助けられてると思います。2マークも躊躇なく握っていった感じですけれども、はい、ここまでの作業としてはそれほど大きなことはしてないですか。はい、してないですね。もう微調整、本当に外回りの点検とあと調整とかしかしてないので、本当にエンジンのおかげで、はい、じゃあ今日はこの2レース1回乗りですね、はい、はい、復帰戦に向けてはかなり準備はされてきたんですか。うん、練習には、はい、私なりにはいけたかなと思っているので、はい、しっかり家族に支えられてここに来れたと思います。じゃあもう不安なくしっかりレースに集中できたという、はい、そうですか。では今節ちょっとね、ただでさえ復帰戦で注目を集めていると思うんですけども、はい、初戦から存在感見せつけちゃいましたね。いや本当にエンジンのおかげなんで、はい、復帰戦ってなんか相性いいらしいですね。そうですね、なんか、はい、特に今回3回目なんで、うん、はい、それほどなんか緊張もせずに、はい、ここにいさせてもらってます。最強のママ2日目からも、ね、ご注目いただきたいと思います。最後にファンの皆さんに一言メッセージお願いします。はい、しっかり、明日からも走っていきたいと思いますので、よかったら応援してください。2レース勝ちました、魚谷香里選手にお話聞きました。ありがとうございました。ありがとうございます。では続いてカメラサインをお願いします。はい、久しぶりのカメラサインですかね。はい、はい、もしかしてお家でお子さんたちも見てるかもしれません ね。ファンの皆さんも長く待ってた方も多いと思いますので、はい、最後は魚谷選手らしいポーズをですね、はい、カメラに向けてお願いします。2レース勝ちました、はい、復帰戦です。魚谷香里選手でした。ありがとうございました。